経済政策提案、製造業強国になる方法。1、技術革新と研究開発、製造業の強国になるためには、継続的な技術革新と研究開発が不可欠です。高度な技術を開発し適用することで、製造プロセスを改善し、生産性を向上させることが重要です。2、教育システムの強化、製造業の強国を目指すならば、 産業技術の教育システムを強化する必要があります。高等教育機関と職業教育機関が現場で必要なスキルと知識を提供できるように支援する必要があります。3. 人材育成と技術訓練。高度な製造技術を習得し活用できる人材を育成するために、企業と政府は積極的に技術訓練と教育プログラムを提供する必要があります。職業訓練と人材開発方針により、 製造業の人材受給を継続的に確保する必要があります。4. 産業インフラの強化。製造業の強国にとっては、効率的で信頼性の高いインフラの構築が不可欠です十分な電力供給、交通網のシームレスな接続、物流インフラの強化などにより、製造業の生産性を向上させることができます。5. 政府の支援と政策の構築。政府は、 製造業強国を施行する政策を確立し、それを実行する役割を果たさなければなりません潜在の恩恵、投資支援、産業クラスター形成などを通じて、製造企業の競争力を強化し支援する必要があります。6. グローバル市場開拓、製造業強国になるためには輸出を通じてグローバル市場で競争力を発揮しなければなりません製造企業は海外市場の開拓に積極的に参加し、 輸出をを増大させせる努力をしななければなりません 7. 協力とネットワーキング。製造業強国のためには企業間の協力とネットワーキングが必要です。産業クラスターを形成し、企業間の協力関係を構築することで、経済規模と技術力を共有できます。また、研究機関、大学、政府機関などとのコラボレーションにより、技術開発と移転を進めることができます。 8. 効率的な生産システムの構築、生産性と品質を向上させるために効率的な生産システムを構築する必要があります。自動化技術と人工知能を活用して、生産プロセスを最適化し、高付加価値製品を生産できるようにする必要があります。9. グローバルバリューチェーン参加、製造業の強国になるためには、 グローバルバリューチェーンに参加することが重要です。様々な国際企業とのパートナーシップを構築し、原材料調達、生産、流通などで国際的なコラボレーションを進め、競争力を強化することができます。